東京都議会は議員報酬の2割削減などで合意しました。東京都議会では公明党や東京改革議員団、共産党の3会派がこれまでに議員報酬の削減などの条例案をあさってから始まる本会議に提案するよう求めていました。今日の議会運営委員会の理事会で自民党も条例案を提案し、協議の結果、議員報酬の2割削減や議会に出席するたびに議員に支払われる費用を原則廃止する条例案などを本会議に提出することを全会派一致で決めました。あさってから始まる本会議の冒頭で可決される見通しです。